サミュエル・ディキンソン・ハバードサミュエル・ディキンソン・ハバードはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。1852年から1853年まで第18代アメリカ合衆国優勢長官を務めた。1799年8月10日、ハバードはコネチカット州ミドルタウンにおいて大陸軍の軍事管理長官、イライジャ・ハバードとアビゲール・ディキンソンの息子として 誕生したハバードはイエール大学で古典を学び、1819年に同大学を卒業した。ハバードは1820年にコネチカット州から弁護士として認可を受け、1823年から1837年まで弁護士業を営んだ。ハバードはまた製造業にも従事した。ハバードはその後政治に関与し、1844年に コネチカット州第2選挙区からアメリカ合衆国会議員に選出された。ハバードは保育党の党員として1845年3月4日から1849年3月3日まで2期4年合衆国会議員を務めた。1852年、ミラード・フィルモア大統領はハバードを郵政長官に任命した。 ハバードは1852年8月31日からフィルモア大統領の任期満了となる1853年3月7日まで郵政長官を務めた。ハバードは郵政長官退任後、事前団体の運営に残りの人生を捧げた。そして1855年10月8日、ハバードはコネチカット州ミドルタウンにおいて死去した。ハバードの遺体は、 ミドルタウン市内のインディアンヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。